俺の時間です今日の俺からのアドバイスは「頭で考えすぎるな」「俺たちはいつも頭で考えすぎる」「頭で考えすぎると頭が痛くなる」「これはとても悪い」 頭が痛くなると悪い考えしかできなくなる大事なのは頭だけで考えないということ外を歩く散歩するそしてあまり考えないようにするでも自然といい アイディアが出てくる。そんな経験ないですか？俺はよくある。俺はほとんど毎日外を歩く。外を歩いて、いろんなことを考えてるわけじゃなくて、いろいろなアイディアが頭の中を ふんわりと漂っているまるで自然のことのようにふんわりと漂っている例えばそれは空に浮かぶ雲のように自然にゆっくりと流れているこれが 健康的な考え方というもの部屋の中で机の前で椅子に座って頭を抱えながら「うーんうーん」と考えるのは間違ってる外を歩きながら空を見ながら ぼーっとしてくれこれがいいおすすめの考え方だというわけで今日も歩く時間が来た行ってきます